皆さんこんにちは、コスケです。今回はね、自動レベル上げの方法を教えたいと思います。前にね、コメントで、ぜひ動画化してくださいってことでね、やり方を教えていただきました。で、まず、必要なもの、ものというか、とりあえず、必要なものですね。まず、自分はリンファとフォルテにしてます。これモンスターじゃなくて、キャラクターの方がいいですね。なんでかっていうと、このやり方としては、ゲートを壊さずに、モンスターだけ倒す。ゲートと同じ属性の武器で攻撃することによって、ゲートだけを残したまま、常に中から出てくるモンスターだけを倒すっていうやり方なんですね。だから、装備見てもらえばわかる通り、天の村雲の剣、これ風属性ですね。で、これにいろんな強化入れてます。グリッターの強化とか、愛の結晶とか。で、装備がね、一応、防具適当に今作れる、強めのものを作ったんですけど、死ななければ正直何でもいいです。で、ダイヤモンドブローチ今自分装備してるんですけど、なんでダイヤモンドブローチを装備してるかっていうと、これね、ダイヤモンドブローチっていうのは、知らない人のために説明しておくと、すべての状態異常をね、消すことができるんですね。で、風邪ひいちゃったりするんですよね、このキャラクターたちって、一日中寝てないと。だから、それをケアするためにも、状態異常にならないようにと。で、今見たら、もらったら分かる通り、仲間の HP 徐々に回復していってますよね。これが、アクセサリーで、どれだったかな?あんのよ。勝手に回復していくやつ。これ。豪傑の印でいいんかな?で、それに、賢者の印とかも入れるといいね。で、一応自分が入れてるのは、確かね、このチャンピオンベルトってやつで HP が上がるやつ。これは一応事故って仲間が死なないように。あと、今からその、レベル上げをする場所っていうのは、毒を使ってくるモンスターがいます。なので、ダイヤモンドブローチを作るときに、チャンピオンベルト、豪傑の証。で、この賢者の証は自分が使うときでいいですね。基本的に仲間のキャラクターっていうのは、R ポイントっていうのを存在しないので、で、まずね、防具はそんな感じ。とりあえずダイヤモンドブローチと、強い武器だね。で、天の村雲の剣っていうのが、上級レシピパンね、食べまくってたら出るんで、ぜひ取ってみてください。そんで場所なんですけど、レオンカルナク行きます。で、ここ行きます。で、ここです。このセイレーンの、セイレーンの次のところ行って、こっち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 行って、ここ入るやん。で、したら見て。見て、ここ、これ、これ。これ、今、風属性やん。したら、こうやって、仲間が、仲間の攻撃が当たっても、仲間の攻撃が風属性だから、ほら、このね、真ん中に出てる1万7000ってやつが、ゲートへのダメージ。で、逆に言えば、逆に言えばほら、このね、天使のゲートとか、これ光属性なんだけど、これだとね、攻撃しとるうちに、どんどんね、一応グリッタ奇跡も入ってるから、ダメージ食らってしまうんだよ、これ。ほら。だからね、これは自分の属性。で、正直、天の村雲の剣じゃなくてもいい。一応これが一番、自分的に使いやすかったんで、俺はこれにしてますが、基本的にこれにして、ここで放置して、で、一応見てくれた人いるかちょっとわかんないですけど、自分20時間ね、放置配信で、本当にレベル上げできるかどうかっていうのを検証したんですけど、ちゃんとできたんで、ぜひこれ使ってみてください。でめちゃめちゃいい。これ、なんかコメントでいただいたんだけど、この動画を見て一緒にやったら、もう最強に、ね、レベル400上がりました、みたいな、やつもあったのでね。ぜひ、皆さんもやってみてください。一応そうだな、俺言い忘れてることないよな。これラストの確認な。ラスト確認な、これ。まず、属性系。で、一応ね、愛の結晶は入れてはいけません。なんでかっていうと、属性が消えちゃうからですね。なので、ヌッシーの鱗。一応、吸収攻撃つけたい場合は、ヌッシーの鱗。でも正直ね、それつけなくても、基本的に仲間が死ぬことはないんで。そうだな、ほら。で、あと、主人公も、自分の HP が回復するようなやつとか、自分が死なないようにしておけばいいかなって感じ。ほら、すごくない?こんな感じ。で、あとは武器にグリッタ系を入れるのと、ダイヤモンドブローチが必須かなーって感じですね。ダイヤモンドブローチ以外は正直、もう何でもいいかなって感じです。勝てれば。はい。ということです。皆さんもね、ぜひやってみてください。では、さよなら。